あなたはただの保証人じゃない、連帯保証人なんです。川田京子が借りたということは、あなたが借りたということと同じことなんですよ。いや、そんなん無理ですわ。毎月24万の支払いなんて、手取り36万で家のローンもあるんですよ。この前公正証書にサインしたでしょ。これは裁判の確定判決と同じくらいの効力を持つんです。そんなん知らんて。そんなんちゃんと読まんでしょ。だからこれを裁判所に持っていけば、家の差し押さえも競売もできるんですよ。